ともです。今回なんですが、題して高圧洗浄機に最適なカーシャンプーランキングベスト3をお届けさせていただこうと思います。で、高圧洗浄機といえばやっぱりね、洗車で使われることが圧倒的に多い機械になるんですけれども、その中でも洗車で使う際というのが、こういうフォームランスを使って泡をですね、作ってバシャッとこう車に吹きつけるような泡洗浄というのが一般的に多くやられるものになるんですよ。なので今回のランキングに関しては、泡洗浄に適しているカーシャンプーってどういうものなのっていうのを解説と、あとランキングでお届けをさせていただきたいんですけれども、まず泡洗浄に向いている洗剤のポイントとしては、まあ大きく3つかなっていう感じはするんですけれども、まず圧倒的にね、一番大事なのが泡立ちになります。なんでかというと、やっぱりね、泡立たないと基本的にベチャッとつけてすぐ流れ落ちちゃうんですよ。逆に泡立ちがいいとベタッとついて長くそこに留まってくれるので、まあ、汚れを溶かして浮かしてくれるという効果が当然高くなるのもそうなんですが、さらにですね、基本的に洗車って擦ってもらった方が効果は高くなるんですけれども、やっぱり泡立ちがいい方が車体にも傷つかないですし、仕上がりも良くなるというところで、やっぱり一つ目は泡立ちの良さというのが第一に上がると思います。二番目なんですけれども、車についている汚れの中でも特に多い油膜、油汚れと、あとはホコリだったり砂。まあこの辺にですね、ちゃんと反応する成分の洗剤かどうかっていうのもポイントになります。逆に言うと、虫とか、鳥の糞とか、窓ガラスについてる白いシミみたいなやつとか、そういうものはちょっと別途ですね、それ専用のケミカルなどを使わないとなかなか落ちづらかったりもするので、注意が必要になると思います。三つ目なんですけれども、これも結構大事な要素で、洗い流した際に水切れが良いかどうかっていうのも結構重要な要素になってくると思います。洗剤ね、成分残ったまま乾いちゃうとシミになります。なのでそこもね、結構大事な要素になってくると思います。ではですね、今日紹介するのがこの7つの洗剤なんですけれども、で、今日使うフォームノズルと機械は、まず機械がですね、ケルヒャーの新商品である K2 リトルを使っていくということと、フォームランスはこれアンコンさんのフォームランスになります。これね、僕もね、こういうタイプいっぱい使ってきてるんですけれども、その中でも今の中では一番おすすめになります。なんでかっていうと、非常に泡立ちがいいのに安いんですよね。コスパいいものを探している方に関しては、今のところ僕の中ではこれ一択かなっていう感じです。これを使って、まあ、どんなもんかっていうのを試していこうと思います。はい、一つ目なんですけれども、シェアラスターめちゃめちゃ有名なメーカーさんで、ホームセンターとか行くと大体これめちゃめちゃ並んでいるので、手に入りやすいという意味でもいいんじゃないかなと思うのですが、カーシャンプー1000という洗剤です。そこそこ泡立つのでいいというのもそうなんですけれども、あのノーコンパウンド、研磨剤が入っていないんですよね。なので車に優しい、まあ擦るとどうしてもね、研磨剤入ってると細かい傷ついちゃったりとかするので、まあそういったものが入っていません。あとは中性、まあさっきも少し説明させていただいたんですが、中性なので、まあ基本的にまず肌に優しいということと、特徴としては幅広い汚れにある程度効果があるよっていうのが中性になるので、まあそういった特徴がありますよ。はい、シュワラスター8倍希釈で割っていこうと思います。はい、ではシュワラスター早速試していこうと思います。じゃあ行きます。フォームガンが圧倒的に優秀なんですけれども、まあこれぐらいの泡立ちはします。はい、まあコスパがいい汎用性の高い洗剤にしては、まあ十分泡立ちはしてるんじゃないかなっていうのが率直な感想です。1分後にどうなっているのか見ていきます。はい、ちょうどですね、1分ぐらい経ちました。まあこんなもんかなっていう感じですね。うん。まあだいぶ落ちてるなっていうのが率直な感想です。はい。では洗剤の切れどんな感じかっていうのは実際洗ってみるとわかりやすいのでいきます。これ今洗ってみて、まあ、率直な感想、まあ、いろいろ洗剤使ってみて、来てて思ったのが、洗剤の落ちは悪くない。正直。見てもらえればわかるんですけど、
さーっと流れていくでしょ。なので洗剤染みが残って後で染みになるっていうリスクは少ない洗剤なのかなと。まあ人気があるやつなので、まあそういうところはいいところかなっていうのが率直に思います。あとはまあ価格が安いっていうのもあるので、その辺のコスパの良さっていうのもあるのかな。はい、二つ目ですね。バブルマックスカーシャンプーです。これがメーカーはね、韓国のメーカーだそうです。で、これの特徴としてはやっぱり泡立ちもすごくいいんですが、これね、以前使った時のやっぱり一番の特徴は、結構こういうカーシャンプーって、なんていうか化学的な香料の匂いがすごい気になるものが多い中、すごいね、これね、自然なフローラルな香りがするっていうのが特徴なのかなと思います。成分はノーコンパウンドで中性になります。はい、バブルマックス缶シャンプー、次いきます。はい、少ないですけど、こんな感じの黄色い液体になります。じゃあ巻いていこうと思います。さっきのシュアラスターよりは泡立ちはいいかなっていう感じはします。あとはすごいね、レモンのフローラルな香りがします。なんか化学的な感じの匂いではないですね。1分ぐらい置きます。はい、だいたい1分ぐらい経ちました。あ、シュワラスターよりここの時点でも泡の持続力も強いかなと。100点満点かと言われればそうでもないです。ちなみにこれね、さっき見たら Amazon で3000円ぐらいだったので結構高いカーシャンプーになりますので、コスパはどうかって言われるとちょっと微妙かなっていうのが正直なところですね。悪くはないかな。落ちてるね。で、なんかこういうところをやってもそんなに出てこない。洗剤残りも少ない。まあバランスなんでしょうね。あんまりねっとりさせすぎると落ちづらい感じになるので、そこはもうなんかもうメーカーさんのセンスとかになってくるのかなっていうのは正直思いますよね。こちらです。神泡 MJGC さん超人気がある、まあ、ケルヒャーとかの付属品だったり、こういう洗剤とか、まあ、カーケア用品とかを扱ってる、なんか調べた感じこれ日本のメーカーさんなのかな、明確には書いてなかったんですけれども、まあとにかくですね、超人気があって意外と性能もいいという感じです。でこれもね、過去使ったことあるんですが、めちゃめちゃ泡立ちいいです。こういうフォームランスとの相性はめちゃめちゃいい洗剤なんじゃないかなっていう感じはしますが、改めて比較したらどんな感じなのかなっていうのは気になるところです。これもノーコンパウンド中性の洗剤になります。はい、神泡も8倍希釈作っていきます。はい、神泡見なくてもわかるすごいやつです。じゃあいきます。モコモコウレタンフォームって感じですね。はい、ちょうど1分ぐらい経過しました。見てください、この上の方もがっつりモコモコって残ってるでしょう。ここだけ謎にちょっと落ちちゃってますけど、まあただね、残りはすごくいいんじゃないかなと思います。あとはキレですね。この辺とかね、泡立ちがいい分、やっぱりちょっと流すのに時間かかるなっていう感じ。少し洗剤の成分が残っている。まあ、この辺は綺麗に落ちてるかな。やっぱり泡立ちはトップクラスにいいんじゃないかなっていう感じなんですけれども、その分流すのに少し時間がかかるのと、丁寧に流さないと洗剤の成分残っちゃうなっていうところは少し気になる点かなと。まあ何でもかんでも最高だっていうわけではないよっていうのは、まあこうやって比べてみるとよくわかりますよね。はい、4つ目に
関してはこれで、ね、何についてきたか忘れちゃったんですけれども、ケルヒャーの純正のカーシャンプーになります。これなんですけれども、ちょっとびっくりしたのが、まあ、ケルヒャーってどっちかというとこういう機械に特化してるメーカーなんですが、こういう洗剤も出してるんですよ。アマゾンでこれ調べたらベストセラーになってました。カーシャンプーだとかなり売れてるみたいなんですよね。薄めなくてもいいですよ、このまま使えますよ。つまりちょっとね、洗剤としてはこういうの全部ね、あの希釈して使うんですけども、コスパ悪いんじゃないかなっていうのはちょっと思ったということと、弱アルカリになるので油汚れに関しては中性のやつよりはよく落ちるんじゃないかなっていうのが特徴になります。はい、ケルヒャー純正のカーシャンプー、唯一現役で使うやつ、すげえもったいないっていうか、もうちょっとしか入ってないので試したこと思います。はい、ケルヒャー純正どんなもんでしょう、というか超もったいねえ、コスパ悪いよなって思うんですよね。いきます。泡立つね。まあそれなりに泡立つかな。ただこう見てもらうと分かると思うんですけど、結構流れていくの早いかな。少し気になります。1分くらい置いていきます。はい、1分くらい経ちました。やっぱりね、予想通り流れるのめっちゃ早いよね。ちょっとあれですね、もうちょっと持続力、泡の持続力が欲しいところではあるかなっていうのが正直なところですね。はい。まあ、なんて言うんですかね。ちょっと思うのは、泡の切れがいいって言うかもしれないですけど、いや、もう泡残ってねえよって話ですね、そもそもね。どうなんですかね。これ、なんか、アマゾンでめっちゃ売れてるんですよ。どうなんですかね、皆さん。これは、何を支持されて売れてるのかっていうのが、ちょっとよくわかんないかなっていうのが。申し訳ないですけど、率直な、この時点での感想です。油、洗剤切れは悪くない。悪くないというか、流れてる状態なので。はい、こんな感じです。はい、5つ目はこちらですね。コーティング専門店のカーシャンプーです。キーパー技研さんっていう、これもね、すごく有名なカーケア用品とか洗剤とかを扱ってるメーカーさんになるんですけれども、これの特徴としては非常に優しいよっていうのを歌っていて、あとは泡洗浄に適してますよという感じです。特にですね、コーティングをしている車に対しても、コーティング傷つけないですよ、落とさないですよっていう歌ってるシャンプーになります。コーティング専門店のカーシャンプー長いよね。はい、作っていきます。はい、これね、ちょっと原液をこれに入れる時点で思ったのが、すごいサラッとしてるなっていう感じ、あんまり粘り気がないなっていうのが正直な感想なのと、これ洗って入れ替えてこれ拭いてっていうのを今6回繰り返してるんですけど、さすがに疲れないでしょ。結構これやばいですね、この企画はっていう感じです。じゃあ巻いていきます。ほい。まあ予想通りって感じですね。サラッとしてるな。めっちゃ泡立って、ビタってなる感じではなくて、もう流れてってるの分かると思うんですけれども。こういう感じ。まあ優しいんでしょうね。まあ歌い文句がね、コーティングを落とさないって書いてあったので、非常に優しい洗剤なんだろうなっていうのはよく分かる感じです。はい。はい、1分経過です。まあ予想通り。だいたい分かってきた。たくさん使ってたら。まあ流れますよねっていう感じ。じゃあ、キレどうか見ていこうと思います。じゃあいきます、うん、なるほどね、なるほどなるほど。これなんかちょっと雑になってきてるかもしれない。うん、まあ、もう流れ落ちてしまってるので、あんまり参考にはならないんですけど、やっぱキレはいいです。はい。6個目がこちらですね。ガチ泡シャンプーっていう、なかなか、これに匹敵しますよね。神泡に匹敵する名前、ネーミングセンスだなと思ったんですけれども、これに関してはちょっとごめんなさい。
買ってきたばかりでまだ使ったことないんですけれども、まあ、あのメーカーの書いてるものによるとすごくね泡立ちが もっちりとしてて、あのいいですよと、傷つけないですよというのと、あとキレート剤というのを使用しているというのも結構売りに書いていたんですよ。でキレート剤って何なのかというと、まあ、結構いろんなものに使われてます。例えばなんですけれども、水の中に含まれているカルシウムとかマグネシウムなどの、まあ、金属の成分というのは結構いろいろな悪い影響をもたらすんですよ。例えばシャンプーとかだと、まあ、髪がゴワゴワしたりとか、あとは洗車関係だとお水を拭き取らないでそのまま乾かすとそれが固まって白い、いわゆるカルキというのが残るんですよね。そういうものが残りにくくするのがキレート剤というものになります。まあそれが入ってますよということと、ノーコンパウンドで中性の洗剤というのが売りになっているカーシャンプーになります。じゃあ行きます。見てこれ、ウレタンフォームみたいでしょ。はい、1分経過したんですけど、見てくださいこの泡の量、やばくない？超優秀だよね。これ洗剤も優秀だけど、まあこのアンコンのフォームガンも優秀かなっていう感じはします。シャー、洗い流してきます。まあ、泡の切れっていうところになると、やっぱりこれぐらい泡立つものなので、スキッとっていうよりは、ちょっと丁寧めに流した方がいいんじゃないかなという感じです。はい、最後、あえてこれを混ぜてみました。ベルシードのカーシャンプーになります。これもね、前回1回だけ僕使ったことあるんですけれども、これも、まあ、幅広く使えるよっていう意味では一緒なんですが、唯一他のものと違うのが、撥水の成分が入っています。撥水って何なのかというと、まあ、弾くというよりは、雨とかが当たると、そのまま流れ落ちるみたいな感じ。膜を作ってくれる成分が入っていますよっていう感じになるんですが、まあ、いくつかこういう撥水系のシャンプー使ったことあるんですが、まあ、等しく言えるのはあんまり泡立ちは良くないので、ちょっとこれとは相性はいまいちなのかなとは思ってるんですけれども、ちょっとあえて入れることでこう比較もできて面白いんじゃないかなと思ってこう混ぜてみました。最後、ペルシードの撥水機能付きの洗剤薄めていこうと思います。はい、じゃあ最後ですね、ペルシード試しようと思います。原液使ってるけど、これも結構高かったんですよね。なんで、どうだろう。あ、でもなんか、こんな感じ。で、こういう撥水系の洗剤は結構ね、最初いい感じなんですけど、こういう感じの落ち方してくるんですよね。前回も一緒。はい、1分経ちました。やばいね、これ。わかりやすすぎるでしょ。完全に落ちちゃったんですね。はい。このワックスかけた洗車っぽい水の流れ方しますよね。最後にランキングなんですけれども、結構悩ましいけれども、まあ、コスパもちょっと含めてなんですが、第3位こちらですね、バブルマックスカーシャンプー。意外と良かったね。泡立ちもいいし、キレも良かった。あと香りもすごくいいので、洗車してて気分がいいかなと。ただ価格が結構高め、3000円ぐらいしたので、ちょっとそこの部分がネックかなという感じです。はい、続けて第2位、神泡だ。これ1位になるかなって僕思ったんですけど、うん、2位ですね。これはもう2位です。何の忖度もなく、はい。まあ予想通り非常に泡立ちも良くて、え、使い勝手もいいと。ちょっと泡の切る部分はやっぱ泡立ちがめちゃめちゃいい分少し流すの大変かなっていう感じなんですけれども、やっぱり、高圧洗浄機の泡洗浄には非常に向いている洗剤かなという感じです。香りもすごくいいので、まあこれはもう文句なしです。ただちょっと価格が高めっていう感じですね。栄えある第1位はこれだ、ガチ泡カーシャンプー。これ今日買ってきて、なんか適当に買ったんですけど、当たりですね、大当たりこれね、びっくりするぐらい泡立ちがいいのと、あとこれ1000円ぐらいだったんですよね。めっちゃ安いで、うん、高圧洗浄機にはマジでこれかなっていうぐらい
良かったね、うん、紙泡並みに泡立ちもいいで、まあ、切れはねやっぱり泡立ちがいい分少し時間かかるんですけど、それでも気になること悪くもないというところで、コスパ、泡立ち、切れで、まあ、もちろん、まあ、成分もねそんなに車に悪いものではない、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、今後洗車をするために、あの使ったことない洗剤ガンガン使っていこうと思いますので、またこのランキング更新をさせていただこうと思いますので、今後もですね楽しんでいただければと思います。ではこのチャンネルですね参考になったという方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。